島田帰りは、熊本県宇都市出身のプロ野球選手。宇都を左だ。阪神タイガース所属。宇都市立宇都東小学校4年次から、宇都 E、スターズで野球を始めた。宇都市立鶴城中学校時代には、同校の軟式野球部に所属。九州学院高校へ進学すると、外野手として1年次の秋から、レギュラーの座をつかみ、2年次の春には、 第84回選抜高等学校野球大会へ出場したしかしたか大阪桐蔭高校との2回戦で後に、プロでチームメイトとなる藤波慎太郎から2打数無安打に抑えられ、チームは敗退した。阪神甲子園球場での全国大会に出場できたのはこの時だけだった。一学年先輩に大塚直人氏や溝脇隼人がいた。上部大学への進学後は、 二年次の春から中堅守としてレギュラーの座を確保。赤港新学生野球のリーグ戦では三年次の春季に首位打者と最高出塁率のタイトルを獲得した。在学中にはリーグ戦で通算51試合に出場、打率329、1本塁打、33打点という成績を残したほか外野手としてベストナインに2回選ばれた。 同学年に石井正樹がいる。さらに3年次の夏と4年次の夏には大学日本代表の一員として日米大学野球選手権大会に出場。4年次の夏に日本代表として出場したユニバーシアードでは一番左翼手として全7試合中6試合にスタメンで出場すると打率391を記録するなどの好成績で チームの優勝に貢献した。大学4年の2017年秋にプロ志望届を提出し、同年の NPB ドラフト会議では、阪神タイガースから4巡目で指名された。契約金5000万円、年俸800万円という条件で入団した。背番号は53。阪神で外野手が背番号53を着用する事例は、 赤星のりひろの現役引退以来8年ぶりである。大学の同級生の石井も同時に開かれた育成ドラフト会議での一巡目、指名を経て育成選手として阪神へ入団した。2018年には同期入団の新人選手からは馬場孝介、熊谷隆行くとともに沖縄県義野座村での一軍春季キャンプへ参加。持ち前の俊足に加えて練習試合で 本塁打を放つなど打撃でも存在感を示し、一躍、小中堅守候補の筆頭と目された。同年の新人選手ではただ一人キャンプを通して一、軍に帯同し、オープン戦序盤でもスタメンとして出場を続けた。その後一時は二軍へ回っていたが、大層要員として開幕一軍入りを果たした。4月1日の読売ジャイアンツとの開幕カード第三戦では、 9回表に、ダイソーで1軍公式戦に初出場。しかしそれ以降は出場の機会がなく、4月8日付で出場選手登録を抹消された。2軍公格後は、ウエスタンリーグ公式戦で、リーグ2位の26投類を記録しチームの8年ぶりとなるリーグ優勝に貢献し、ファーム優勝決定後の9月23日に1軍へ再昇格。 10月1日の対横浜 DNA ベイスターズ、128回裏に、代打でプロイリアと初となる1軍公式戦での、打席に立つと、翌2日の対広島東洋カップ戦で、8番、中堅守として、プロ初スタメン出場、3日の同カードでは、2番、中堅守として、スタメン出場し1回表の第1打席で右前へ、プロ初安打を、延長11回表の、 第6打席で遊撃への内野安打を放ち、プロ初のマルチヒットを記録した。6日の対 DNA 戦では、同点で迎えた延長11回裏の第6打席で、一四万塁から、右前敵的自打を放ち初打点を、初サヨナラ打で記録、初のお立ち台にも上がった。その後も一軍で出場を続け、最終的に12試合出場で打率、200.0本塁打。 一打点の成績を残した。50万増の年俸850万円で契約を公開。オフには第2回 WBSCU-23 ワールドカップに出場する日本代表へ選出され、主に2番中堅主として全球試合に出場し、打率344.1本類打5盗塁12得点を記録するなどチームを牽引し、 準優勝に貢献。自身も最多得点賞の表彰を受けた。2019年は6月6日に一軍に初昇格する。一軍で7試合に出場し打率250の成績だった。50メートル走で最速5秒75、本塁から一塁への到達タイムで最速3秒78を記録した瞬速と遠藤110メートルを誇る強権の持ち主。 盗塁に関しては、大学時代は、スタートを切れれば、アウトにはならないと豪語するほど自信を見せており、島田のプレーを大学時代から見ていた、赤星の博は、大学の2年生頃までは瞬足を盗塁に行かせていなかったが、3、4年生になってから盗塁を成功できる選手になったと評していた。しかし、プロに入ると、特にスライディングの面で、技術不足を露呈し、 ベース付近で勢いを殺さない強いスライディングの体得を目指している。打撃ではスイングが鋭く優れたバットコントロールを備えており、打球を広角に打ち分ける。西川春樹を理想の選手として挙げており、バットをしっかり触れて、足も速くて、盗塁もできて、守備もどこでもこなせて、魅力が多い選手になりたいと語っている。阪神への入団決定後は、 球団 OB の赤星を目標の選手として挙げることもある。中学時代には持ち前の瞬速を買われて陸上の競技大会にも出場。県大会の男子100メートル走では11秒01というタイムで優勝した。さらに3年時にはジュニアオリンピックの男子100メートルの部へ出場。桐生吉秀と同組の準決勝4位で敗退したものの タイムは11秒41で11秒60の気流を上回った。また、このことから2017年9月9日に気流が日本人選手として初めて男子100メートル走で9秒台の公認記録を受立した際、同年のドラフト候補であった島田も気流に勝った男として注目を集めた。ありがとうございます。